市鳥取リポーターの田中かなです。今回は海と日本プロジェクトの取り組みを紹介します。海大好き。7月27日はスイカの日。スイカの縞模様が綱に見えることから、つ、な、が語呂合わせで記念日に定められています。そんなスイカの日にフロリックシーアドベンチャーパーク裏止めで盛り上がる小栗浜に給水化ステーションが登場しました。海に遊びに来た人たちへスイカが配られています。海と日本プロジェクトの一環として行われた給水化ステーション。なぜスイカが配られるのでしょう。近年海辺で熱中症になる人が増えています。そこでスイカの出番。食べるスポーツドリンクと呼ばれるほど熱中症対策に効果があるのです。海の幸やアクティビティなど多くの恵みを与えてくれる海。しかし熱中症や海難事故など多くの危険も潜んでいます。水分補給に優れたスイカを配ることで安全の呼びかけにもなっています。建設業にいるんで結構現場で出てくるんですよ、塩分補給の時に。だからいいと思いますよ。ライフジャケットとか着用して安全にたくさん遊びたいと思います。糖分やミネラルも豊富で熱中症対策に有効なスイカ、この夏海のお供にバッチリです。皆さん海での安全について考え、思う存分海を楽しみましょう。スイカで美味しく水分補給。海と日本プロジェクト公式サイトでは様々な情報を配信中です。